モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語アマオセットプレゼント。この糸物語アマオセットというのは、飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖、アマオイチゴソースがセットになったもの。もともと糸物語っていう牛乳が美味しいので、その牛乳で作るヨーグルト最高です。最高です。で、糸島というのは博多アマオもすごくすごく有名なところ、だからアマオイチゴソースっていうのを作ったらこれがまた美味しいんですよ、ね。だからヨーグルトにかけるもよし、他のものにかけるもよしっていうことになってますんで、どうぞ、この糸物語アマオセットを目指しておもろい家族にメッセージをお寄せください。そしてなんといっても3月28日日曜日11時からとお昼3時から2階公演で電気ビル未来ホールで少子中爺のおもろい落語会開催いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。一昨年の12月にね、はい、1回目やったんですけれども、ね、まあそれが本当にめっちゃ盛り上がりまして、でした。だからね、どんなことになるかなっていうふうに思ってたんですけれども、うん、まあ皆さんやっぱ盛り上がるってことが分かってたんでしょうね。先行予約の段階で電話回線パンクさせるっていうね、ね、勲章もらいまして、だから今回は電話予約先行予約ができないということで、お前のとこにはさせないよというふうにパンクしちゃった、断られちゃって一般発売のみということになります。はい。でね、新型コロナウイルスのなんだかんだがあるんで、客席は 42% ということですから、はい、1回あたりね、212人しか見られないっていうことになってるんですが、チケットは1万4000円に消費税ということで、3月28日、日曜日の11時からとお昼3時からっていうことで、スケジュール見といてください。で、チケットの発売はね、発売日がまだ決まっていないんですが、うん、多分新型コロナウイルスの緊急事態の宣言が明けたぐらいの、うん、ね、タイミングになるんじゃないかなっていうふうに思ってますんで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それでは今日届いたおもろい家族紹介することにしましょう。はい。お休みの日早起きして聞いてよかったねっていう話からいきましょうか。はい。お名前は控えておきます。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。結婚して7年、我が家にはサングラスをかけると長渕剛そっくりの主人と、クレヨンしんちゃん大好きの5歳、それからおっぱい大好き1歳7ヶ月の男の子2人がいます。このご時世っていうのもあるんですが、小さい子供がいるとなかなか外食に出かけられません。それがなんと今週末、実家の両親に子供たちを預けて主人と居酒屋デートが決まったんです。あら、そうですか、よかったですね。二人ともお酒を飲むのが大好きなんで、楽しみで楽しみで、うんうん、現在1歳7ヶ月の次男はまだ授乳中、せっかくの居酒屋デートだし、時短営業の限られた時間内でたらふく飲むぞと心に強く決めて、これをきっかけにと断乳を決意しました。うん。断乳初日の土曜日、朝一だけ飲ませて満腹満足の次男。その後私は次男のことを思っておっぱい卒業できるようにと、両乳首を隠すように自分で自分の胸たちに油性ペンでお絵描きをしました。乳輪を鼻に見立てて、その横に大きな目玉、そして下に大きな口、左右にそれぞれ乳輪お化けの出来上がり。この時点で2匹、もう一つおまけでぬおーと伸びたムンクの叫びを乳輪お化けの下お腹あたりに書き加えました。これが我ながらなかなかの出来で、私が背伸びをするとムンクの叫びの顔がさらに叫びまくってるんです。ちなみに長男の時はクリックリお目目のスポンジボブを書いて長男がおっぱいを聞いたことがないことはないんです。あ、そうですか。はい、もう別の番組なんですけれども、うん、アンパンマンの
顔を描いたって怖がるだろうと思って、うん、そしたら食いついてきたっていうメッセージが逆効果だったというだからこれで断乳っていうのはね、はい、どうやら一部やっぱやる人がいるみたいなんですね。準備万端、とりあえずお昼ぐらいにおっぱい飲もうかと言ってこれを見せたら、あれだけおっぱいおっぱいだった次男がなんと私の服を下ろすんです。効果てきめ、作戦成功。むしろ怖がって私のところに来なくなりました。断乳の夜、やっぱり寂しいのか泣いて起きて、とりあえずヤクルトとお茶で落ち着かせて、外の風の音を乳輪お化けが来たよと言って怖がらせてですめちゃくちゃ怖いじゃないですか。こもう眠れなくなる。乳輪お化けが来たよっていう日曜日、気を紛らわすために家族で熊本に出かけました。目的は前に小佐漬神社で借りていた石を返しに行くのと、たい焼き屋さんとミルクランド。お昼に熊本に到着し、シートを広げてみんなで持ってきたお弁当を広げてピクニック。この時はお昼、私の乳輪お化けたちは皮膚がはち切れそうなぐらいパンパン。長い道中、車の揺れですら痛かった。子供の抱っこなんてできたものではないです。痛風になったことないけど風が吹くのも痛いとはこのことか。せっかくのピクニックだけど乳輪お化けたちがパンパンすぎてあんまり食欲もない、うん、この後たい焼き屋さんに行きたいから食欲ないくらいでいいやけど、少しだけ食べようとほんの少しお昼を食べて、ずっと行きたかった中地をこよなく愛するリスナーのたい焼き屋さんに、実は私も中地の大ファンでと話すと、なんとなんと中地というキーワードでとっても忙しそうに対応していた店員さんがめっちゃ気さくに話しかけてくださって中地が人を幸せにするっていうのは本当ですね。しかし私は乳輪お化けのせいで気分も悪くなってきて、せっかくのたい焼きもその場で食べる元気がない。パリパリの熱々を食べたかったのに、最後の目的地ミルクランドにもうね、このなんていうか断乳の話でミルクランドっていう妙にシュールなんですよね。そうですね、そうなんですよ。最後の目的地ミルクランドに、牛や羊、いろんな動物に触れ合って、外を走り回るのが大好きな次男を追いかけるのも辛いぐらい、さらにパンパンに乳輪お化けたちがなっている。この大きさって他の人から見たらもしかしたらものすごいことになってるんじゃないか、そう思わせるぐらいの大きさ&痛さ。けど真下は見られました。窓に映る私の胸も普通です楽しめるはずの場所なのに、子供たちよ、旦那よ、こんな日に限って本当にごめん。ミルクランドでの目的でもあったソフトクリームも気分の悪さに食べる気になれず、恐るべし乳輪お化けもうなんか自分の胸が乳輪お化けになっちゃってるんですよね夕方には帰ってきて、とりあえず冷えピタを乳輪お化けたちの周りにペタペタと貼ったら、むしろ乳輪お化けではなく乳輪包帯お化けになっちゃってパンパンすぎて、昨日描いたお化けたちの顔がだん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 変わり始めている。もう人生最大の大きさとなっている私の胸元、嬉しい大きさなのに全く喜べない。だけど一応写真は撮ってみる。わかります、その女心。そうですか、乳輪包帯お化けたちを写真に収めておきました。普段決して大きいとは言えない私の胸元、この爆乳サイズ、いやー本当に嬉しい。でも普段から爆乳の人ってすごい、世の中の女性はこんなスイカ級の大きさと過ごしてるんだなんて考えました。冷えピタで少し落ち着いたので早めに寝ることにしました。昨日早めに寝て早く目が覚めたんで、昨日のせめてものをお詫びにと早朝からしっかり家事をやりました。朝胸元を見るとまだ痛みはあるものの、少々体調もいいし、乳輪お化けたちの顔もどこか穏やかだし表情がこう変わるっていうね。そうですか。ああ、こうやってしぼんでいくんだ。爆乳じゃなくって貧乳に戻るのも寂しいですが、息子との授乳の愛おしい時間が終わってしまうんだなと思うと寂しい気持ちも半分。これからはたくさんご飯を食べて元気に育って
欲しいと思う気持ちもあって、とりあえず今週末は長渕剛に似た主人とたらく飲むぞ。きっと人生最後の爆乳だと思ってますけど、我が家はいつでも3人目のお迎え準備万端です。その時は中地スポコールお願いします。PS パンパンになる前の乳輪お化け添付します。中島さんが見る前に私がチェックしていいんでしょうか。私見ました。いや、突端はね、もちろんね、星で隠されてるんですけど、すっごい乳輪お化けが、これはね、あっちゃんにも見せる。もうこれはもうちょっとおもろい落語会決定かななんて思ってんですけど、私が兼題の上で切々とこれをやって、まあ最終的にはスライドショーで、いやそれはしないですけど、いやすごいですよね。おもろい家族パート2はお昼12時からです。FM 福岡。